栃木県は今日午後、緊急の対策本部会議を開きました。県の発表によりますと、那須塩原市にある2つの養豚場から死ぬ豚の数が増加したという連絡が昨日寄せられ、国の研究機関などが調べたところ、今日感染が確認されました。2つの農場は経営は別で、豚の移動などはなかったということですが、立地場所が近く、周辺では野生のイノシシの豚熱への感染が複数確認されていたということです。県は施設の消毒を行うとともに、自衛隊などの協力を得て、2つの養豚場と、さらに同じ経営の別の施設も合わせ、およそ3万7000頭の殺処分を今夜から始めました。今回の養豚場の半径10キロ内には、他に13の養豚場がありますが、すでにワクチンを接種しているため、移動や出荷の制限は行わないということです。使用衛生管理基準の徹底、遵守ですね、さらには予防ワクチンの接種、防護柵の設置、こういった中で二農場で発生をしてしまったということで、大変残念に思っております。まん延防止に努めていかなければならないと、対策を強化してまいりたいというふうに思います。